頑張んなさいよ。肩凝っちゃった。何か探し物？これで戦えって？仕方ないわね。これ式のことで諦めるわけないでしょ。任務に協力してあげる。大船に乗ったつもりでこの鬼崎キララに任せなさい。いらっしゃいませ。何名様ですか？おっと、何ぼーっとしてるのよ。何名様ですかって聞いてるんだけど。あ、よかった。本物のキララ先輩だ。ああ、一瞬もしや敵の偽装かと思ったが、どうやらその心配はないようだ。何よ。いえ、すみません。店を間違えました。それではさようなら。2名様、ご案内です。なんか頼んでいきなさいよ。いいわね。はーい、ただいまー。おい、どういうことだよ。知らないよ。俺だってまさか噂の可愛いウェイトレスさんがキララ先輩だったなんて予想外で。ちゃんとそこまで調べておけよ。まあ俺が聞いてもキララ先輩がこんなバイトするなんて思わないだろうが。そうだよ。それにさ、とびっきり可愛いってのは間違いなかっただろ。まあそれはな。ご注文はお決まりですか？うわ！あ、いや、すみません。どれにしようかと話していて、まだ。
どうせ噂の美少女とやらが私なんかでがっかりしてたんでしょう。はぁ、これだから男は。鹿之助、逃げろ。二人も死ぬことはない。そんな、ダメだ、風魔。お前を置いて逃げるなんて、できない。私を悪役にして盛り上がんなし。はぁ、呆れてるだけで、別に怒ったりはしてないわよ。そうなんですか？よかった。でも、キララ先輩、こう言ったらなんですが、そんな噂が立ってるって知ってたらすぐ辞めそうなものですけど。確かにいい気はしてないわよ。けどそれでお客さんが来てくれるならそのくらい別にいいかなって。それでこの店のコーヒーとか紅茶の美味しさをもっとみんなが知ってくれたらって。じゃあ、俺、このおすすめって書いてあるオリジナルブレンドコーヒーをホットで。何って注文を取りに来たんですよね、ウェイトレスさん。はい、かしこまりました。ホットですね。鹿之助はどうする？ございますが、じゃあホット。かしこまりました。ブレンドコーヒーホットとココアホットですね。お待たせしました。ブレンドコーヒーとココアです。うまい。美味しいのは飲み物だけじゃないのよ。キララ先輩、今度他の連中も連れてきていいですか？
もちろん大歓迎よ。ぜひぜひ連れてきて。これが鬼族の力よ。大船に乗ったつもりで、この鬼崎キララに任せなさい。